さて、先月25日の開幕からおよそ3週間が経過したザスパ、今回は注目の新加入で得点も挙げましたお二人です。フォワードの高澤優也選手、そして佐川光介選手にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。高澤選手は東京都出身の27歳、町田から完全移籍で加入し、2019年以来5年ぶりのザスパ復帰となりました。一方、東京ヴェルディから加入した佐川選手です。埼玉県出身の23歳、フィジカルとテクニックを合わせ持つ187センチあります大型のフォワードです。はじめにここまでのリーグ戦の結果を振り返りたいと思います。ザスパは現在3節を終えて2分け1敗勝ち点2で18位となっています。チームのここまでの戦い振り返っていかがでしょうか。まあ、結果だけ見ればもちろん、いいとは言い難い結果ではありますけど、はい、まだ3試合しかしてないので、改善できるところはたくさんあると思いますし、これから先のシーズンを通してもっともっと良くなっていくので、これからが本当に、個人としてもすごい楽しみであります。チームとしても自分としても納得いってない、3節だったので、日後の練習から修正して、次節勝てるようにリーグ戦初勝利できるように、頑張りたいと思います。課題も見つかってこれからというこの3節ということになりました。そして高澤選手にとってザスパ復帰戦となった開幕戦、 J リーグ通算100試合のメモリアルな日でもあったんですよね。その試合で先制ゴール高澤選手挙げました。ゴール振り返っていかがですか。佐藤選手からすごいいいボールが上がってきましたし、はい、自分がザスパに復帰して今シーズン最初のゴールを取ることができてすごい率直に嬉しかったです。さらに第3節の千葉戦でもゴールを挙げて、正田醤油スタジアムでのプロデビュー戦からちょうど5年目の節目の日にホーム2試合連続のゴールとなりましたね。この千葉戦でのゴールも振り返っていかがですか。千葉戦は、前半0対2で折り返して、はい、チームとしてもあまり良くない雰囲気で前半を終えたんですけど、ロッカールームですごいいろんな選手が喋って、はい、監督からも熱い指示というかっていうのもありましたし、後半本当に逆転しに行こうっていう、チームの雰囲気ではあったので、自分が点取れたことは、個人的にはすごい自信にはつながりましたけど、はい、やっぱりチームの結果につながってないので、そうですね、嬉しいって言い方したらあれですけど、はい、本当に悔しかった気持ちの方が強いですね。そして一方の佐川選手です。第2節の熊本戦で1点ビハインドの後半アディショナルタイム同点ゴールを挙げました。移籍後の初得点がまさにチームに勝ち点をもたらす得点ということになりましたね。大月さんからも戦ってこい、自分の特徴を生かせって、足を振れって言われてたの で右足で振れって、枠に行ったので、入ってよかったなって思います。佐川選手、今月6日のルヴァンカップ J リーグカップでの相模原戦でもゴールを挙げました。チームにとってこの試合がまずシーズン初勝利ということで、シーズン初勝利やはり嬉しかったんじゃないですか。そうですね、嬉しかったですね。正志選手が1対1の、はい、もう絶好なボールを出して、あとは自分は決めるだけだったんで、はい、このルヴァン J リーグカップなんですけれども、来月24日の2回戦ホームで、次 J1 柏との対戦ということになるんですよね。はい、そうですね、J1 相手とできることは、リーグ戦ではないので、自分の実力もそうですし、チームとしても、はい、J1 のチームに勝てば、リーグ戦も自信つくと思いますし、そこは自信持って挑みたいなと思います。そして高澤選手はザスパが J3 だった2019シーズンにデビューし、 J2 昇格を決めた福島戦でもゴールを挙げるなど、新人ながらエースとして活躍しました。私も現地で取材をしていて、高澤選手を心待ちにしてきたサポーターというのが数多くいるなというふうに感じています。VTR をご覧いただきたいと思います。こちらです。
これ試合前開幕戦の様子なんですけれども、高澤選手の応援歌を練習している様子なんですね。久しぶりに高澤優也とかのプレー見れるから楽しみ。得点王になってほしい。得点王になってほしいという声もありましたけれども、いかがでしょうか。もちろん得点王になりたいっていう気持ちもありますし、はい、1点じゃやっぱり足りないなというふうには思いますので、はい、まあ、2点3点と1試合でどんどんゴールを取れたらなと思います。はい、翔太醤油スタジアムの雰囲気いかがですか。すごい懐かしいなというふうに感じましたし、はい、まあ、あとはやっぱり J3 の時に比べてサポーターが増えたなっていう感覚はありますね。はい、まあ、あの声援というか声も、うん、まあ、2019年の時よりは大きいなっていうふうには感じます。なるほど、はい、そして佐川選手、群馬での生活初めてだと思いますが、群馬県いかがですかね。まあ、本当あの皆さんあの人柄が良くて、はい、まあ、お世話になっている定食屋さんだったりっていうのは本当あのよくしてもらって、あの先輩とか、まあ、あの高澤選手にも連れてってもらったりしている定食屋さんとか、あの人柄もいいので、まあ本当過ごしやすいですね。はい、定食屋さんは普通の町の定食屋さんに行くんですか。そうですね、はい、サポーターがやってるあの定食屋さんとかがあって、そこにまあお世話になったりっていうのがあるので、そこはあの本当に美味しいので、まあ、ぜひあの行ってみてください。はい、そしてこのコーナーの第1回のゲストは天笠選手だったんですけれども、注目のチームメートと挙げていたのが佐川選手なんですね。プレー面だとやっぱそのポストプレー本当にあの前にいてめちゃくちゃボールを収めてくれるんで、シュート力がちょっとやばいですね。はい、シュート力がやばいと言われましたけどもいかがですか。天笠選手に褒められて嬉しいです。まあ、生まれ持ったそのあれですかね、はい、あの体格親に感謝って感じですそして高澤選手は町田、佐川選手は東京ヴェルディに昨シーズン在籍していました。まあ、共に J1 昇格を決めたチームからの加入ということになっています。こうどうザスパに貢献したいとお考えですか。まあ、2019年に勝るような結果をやっぱり出したいなっていうふうに思ってきましたし、すごいいいサッカーするなっていうふうには思ってましたし、あと自分がそこでやっぱり結果を出せればいいなと思って群馬を選びました。佐川選手はいかがでしょうか。まあ、高澤選手に負けないようにあの、まあ、お互いがあの点決め合えば、まあ、チームとしても群馬が上に上がるんだと思うので、まああのこれから頑張りたいなって思います。はい、今後も2人のゴールそしてチームの勝利を期待しています。さてここからはチームメートやお二人自身について掘り下げて伺っていきたいと思います。ザスパには31人の選手が所属していますが、この選手に注目してほしいというチームメートをホワイトボードに書いていただきました。僕はですね、はい、佐藤亮君でございます。はい、佐藤亮君ですね。はい、どんなところが注目点でしょうか。そうですね、ここに書いてあるように、左足から繰り出される正確無比なキック、あの同じ左利きで、はい、あのキックの質であったり、まあ、チャンスメイクがすごいできる選手なので、まあ、自分の点にも鹿児島戦の、はい、あの今点もそうですけど、まあ、彼からのアシストはこれからたくさん見れるんじゃないかなと思います。まさにこうアシストする選手とゴールを決める選手だと思うんですけれども、はい、2人の息っていうのはこうぴったりなんでしょうか。そうですね、まあ、あの2年前北九州で同じチームでプレーしてるっていうのもありますし、あの、まあ、やりやすい関係ではありますね。はい、佐藤選手人柄としてはどんな選手なんですか。あ、面白いですね。はい、結構なんか何でも突っ込んでくれます。おお、ということは高澤選手がボケて佐藤選手が突っ込むと。まあまあ僕以外でもそうですけど、はい、なんか全部に反応してくれます。おお、なるほど、はい、鋭いアシストもしますし鋭い突っ込みもするということなんですね。はい、では続いて佐川選手もお伺いします。はい、僕は
天笠選手です。はいはい。と、まあ、天笠選手は、まあ、ここに書いてある通り、まあ、対人の強さ、ボール際だったり、まあ、そこで負けないっていうのが彼の多分強さだったりするので、はい、まあ、一緒にやってて、まあ、体格はあまりでかい方では多分ないと思うんですけど、体幹だったりそのボール際だったりっていうのは、まあ、練習からも本当強いなって、対人してて強いなって感じる選手だったので、これを挙げさせてもらいました。前回天笠選手が注目選手で佐川選手を挙げてましたけれども、そこら辺はどうなんですか？そうですね、まあ、褒められたんで褒め返すみたいな仕方なくみたいな感じあるんですけ ど、まあ、でも本当に彼の、まあ、左足で、まあ、同じ誕生日なんで、まあ、ちょっと運命感じるかなっていう部分ではあるかなと思います。はい、なるほど。天笠選手、人柄的にはご仲いいんですかね？そうですね、一緒にご飯行ったりっていうのはプライベートでも、まあ、同期なんで、同い年なんで、まあ、よく、まあ、まあ、あんまり騒ぐタイプじゃないんですけど、はい、結構、まあ、突っ込んだりとか、まあ、ボケはしないですけど、ええ、まあ、突っ込んでくれたり、うん、面白いやつです、うん、はい。お二人についても詳しくお伺いしていきたいと思います。丸と×の札を用意させていただきました、はい、そちらでお答えください、はい、ではまず第1問目です。群馬でお気に入りの場所がある、丸か×かお願いします。うわ、難しいなこれ。お気に入りの場所、はい、僕は丸で。はい、丸ですね、はい、佐川選手いかがでしょうか？僕も丸です。丸ですね、はい。高澤選手、どちらになりますか？ですね、まあ、僕は5年前、はい、まあ、群馬でプレーさせていただいて、まあ、その時にお世話になった、まあ、ご飯屋さんであったり、はい、っていうのは、まあ、5年ぶりに帰ってきてもすごいこう歓迎してくれますし、はい、僕も定食屋さんです、はいはい、そうですね、群馬の選手、まあ、前にいた選手とかの、まあ、連れてってもらったり先輩とかで、まあ、本当温かいんだなってさっきも言ったんですけど、まあ、そこが本当自分のお気に入りの場所になってしまいました、はい。まあ、ここまで言ってるとその定食屋さん、我々もこう気になってはきますよね。では続いての質問に行きたいと思います。続いては、空っ風の中でプレーするのは難しいかです。すぐ丸です。はい、すぐ丸出ました、はい、あ、お二人とも丸出ましたね。高澤選手、やはり難しいですか？そうですね、やっぱり5年も経つと、うん、群馬の風ちょっと忘れてて、はい、帰ってきてこう風が強いのやっぱり感じて、ええ、本当こうサッカーなんないんじゃないかって思うぐらい風強い時もありますし、はい、まあでもこう風を言い訳にはできないので、はい、まあ、その辺はこううまくやっていけたらなと思います。佐川選手も丸でしたね。はい、まあ、本当 群馬の風を初めて僕は体験したんですけど、本当にびっくりしたっていうのが、まあ、第一印象で、ボールとか蹴っても自分より後ろに、はい、蹴ったボールが行っちゃったりとかっていうのがあったりするので、うん、まあ、そこは本当にびっくりしたっていうのが感想です、はい、はい。では続いて3問目です。2人はピッチ外でも相性がいい、丸か×かお願いします。先ほどはすぐ出ましたけれどもなかなか悩みますか？相性というのは、相性とどんどん、まあ、仲がいいかってことですか？仲がいいかでもいいですし、はい、あ、俺は、はい、はい、丸ですね。うん、まあ、まあ、じゃあ丸ちょっと仕方なしに出した感じがありますけれど、はい、じゃあまず佐川選手からすぐ丸が出ましたけれども、はいはい、もう今日もお昼ご飯連れてってもらったりしたので、はい、僕は仲いいなって思ったんですけど、これもゆうやくんからお誘いいただいたんで、はい、多分ゆうやくんから求愛が来てるって感じです、はい、だと。しかしちょっと時間がかかりましたけれどもいやいや、まあそうですね、まあ、僕も2019年は1年目で、当時の本当に上の選手からすごい可愛がってもらえて、うん、本当に何不自由なくプレーできたので、はい、やっぱり
まあ、年齢を重ねて下の年齢の選手がこうたくさんいるので、まあ、本当にこう、まあ、厳しくもあり、まあ、ストレスをなるべくかけないように気持ちよくプレーしてもらいたいなっていうのがあるので、まあ、その辺で言ったら下の年の子たちはすごい仲良くはしている方じゃないかなと思います。最後にお二人に今後のシーズンへの意気込みを色紙に書いていただきました。 J2 得点王です。はい、まあ、前線が点を取ればおのずと、まあ、チームの結果にもついてくると思いますし、まあ、個人としても本当に去年1年間怪我で苦しんで試合に出るっていうことが、少なかったので、去年の分まで点を取りたいなと思います。僕は、J1 昇格です、はい、群馬もチームと話し合いながらやっていけば多分本当に J1 昇格できる実力はあると思うので、J1 昇格を目指して頑張りたいと思います。はい、お二人の得点力の爆発に期待したいと思います。ザスパは明日16日にリーグ戦初勝利を目指しホームで愛媛と対戦します。ここまでザスパ群馬の高澤雄也選手、佐川光介選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。